自身がなんかまたラグビーを好きになれてですね、まあ、結構ロックって虐げられてるポジションなんですよね。このチャンネルのおかげっていうことは、これを見ていただいている皆様の場合だと、自分が今からできることを今一度ちょっといい年なんでね、なんか考えようかな。ようこそ三浦浩一の部屋へ、今日も張り切ってラグビーの話をしていきましょうということなんですが、まあちょっとですね、いろいろなんか感情が不思議な感情になってですね、これもうちょっと動画で抑えようかなって思いました。なんかすいませんね、変な入りで、一つ皆さんにお礼と、もう一つはちょっと悲しいニュースっていうことでちょっと連絡が来たんで、ちょっと思うことがあって、ちょっと動画撮ろうかなと思います。まず、お礼なんですけれども、先日まさきと佐野と久しぶりに3人で動画を撮らさせていただいて、で結構な方からもうリアクションいただき、本当ありがとうございますということで、今度の日曜日の20時から、真壁さんの動画を5週にわたって、日曜日の20時ってマジで大河ドラマだみたいな感じなんですけれども、まあもう5回の対策をお届けできればなと思っております。いやまあちょっとですね、ね、想像できなかったですよね。去年のワールドカップの時からもう本当に何気なくです、まさきと佐野とかに、あとまあ最初佐野いなかったか、まあいろいろ他の周りの僕からいろいろ学んでくれてる人たちに、お前らもう全くラグビー興味ねえだろみたいな、もうすごいことなんだぞ、日本でラグビーのワールドカップが開かれるってことは、というのと、前回、だから2015年に南アフリカに勝ってんだぞ、日本はと。そんなことが起きたら、また最後じゃないかなって言ってたんですけれども、なんかみんなポカーンってしてる中、まあ、何気なく始めて、思ってたよりもたくさんの方に見ていただき、で、なんかこれはいいなと思って、ちょっとみんなに、みんなと一緒にラグビーの話をしながら、しかも、何よりもなんかこの動画を撮ってると結構僕自身がなんかまたラグビーを好きになれてですね、もしかしたら今かなり現役時代の時ってあんまり人の選手とか他の例えば大学とかだったら社会人リーグとかもまあちょっと興味あるぐらいで、あんまやっぱ自分たちのことがメインなんですけれども、今のこの僕の立場で言うとなんか本当にラグビーをここの底から楽しめてんだっていうところ、もう昔だったら絶対見てないですよ、アロテアロアとかで、オーストラリアも始まるっていうこととかも別に昔だったらワクワクしないんですけど、今とかはもう本当にワクワクして、またいろいろ勉強しなきゃななんて、で勉強すればするほど楽しいみたいな、でそこに関して皆様にお付き合いいただいたからこそこのチャンネルって意味が存在してもいいんだなっていうことなので、本当にお礼を言いたいなと思います。それとまあ、まさか単純に自分の趣味の延長でやってたんで、エルコムさんから声がかかったりした時とか、三菱重工さんとかの連絡が来たりだとか、あと真壁さんからとか、もう本当に自分としてはここまで広がるとは本当に夢にも思わず、で、で動画内で話してる3人の動画でも話してますし、真壁さんとの動画でも話してますけれども、やっぱロックってで結局僕もいろんなポジションをやってきましたが、まあ、最終的にはロックに落ち着いたんですけど、まあ、ロックあるあるも結構話してるんで楽しみにしてもらいたいんですけど、まあ、結構ロックって虐げられてるポジションなんですよねあとなんか代わりがいないからか、もう真壁さんとかもリアルですごい面白かったんですけど、練習試合とかでも結構休みなく出させられるんですよね。だから結構ロックのポジションってすげえ自分はあんま好きじゃなくて、今でもなんか他のポジションが良かったなっていう気持ちが本当はちょっとはあったりするんですけれども、でもその中で日本代表で、ね、日本人と外国人って分けるのももう今さら良くないと思うんですけど、ただその日本人の中でも最も日本代表になりにくいポジション、ロック、身長とか体格の問題がやっぱ大きいと思うんですけれども、やっぱ慣れない中、このビッグ3ですね、大野さん、この前引退した大野さんで、京産大の、ヘッドコーチになった伊藤勝利さん、でこの真壁さん
ていうことはもう本当に別に先ほどもお伝えしましたが日本人外国人で分けるのはラグビーは良くないと思うんですけれども、ただどっかでそういうのがちょこっとは気持ち的に合うときにこの真壁さんっていうのはロックでも本当に日本人で最前線で体を張ってめちゃめちゃ日本代表のために尽くしてくれたなっていう気持ちがすごく強くて応援してたんですよ本当に、だからそういう意味では元日本代表っていう中でもその中でも真壁さんと話せたっていうのは自分の中で本当にこのチャンネルのおかげで、このチャンネルのおかげっていうことはこれを見ていただいている皆様のおかげだということなので、改めて今日何回お礼言ってるかわかんないんですけども、お礼を言わさせてください、ありがとうございますっていうのと楽しみにしててくださいと、いうことで、僕自身は仕事も充実してますしこの YouTube やってる時間も楽しいんで、まあね、40超えてから人生まだまだ楽しいなぐらいをちょっと大げさに思ってたんですよ、ここ最近。本当に真壁さんとの対談とか終わった後ぐらいからなんか俺って幸せだなみたいな、もちろん仕事で辛いこともありましたけどなんか幸せだななんて思ってたこともあって、でなった時に、久しぶりにですね今日なんですけど朝からKOラグビー部の LINE 同期の LINE があるんですけど、その LINE が朝から止まらなくてですね、でちょっと僕今日は珍しく朝の6時7時ぐらいから仕事してるんですけど、なんか止まらなくてですね、でなんかちょっとちょうど佳境だったんでもういいやまとめて後で見ようみたいな感じでちょっと忘れた頃に見たんですけれども、後輩がですね37歳という若さで、亡くなったと、虚血性心不全ということで、もちろん37歳なんてかぶってないんですけれども、まあでもちょっとしたぐらいですね、僕の卒業の多分2年とか5ぐらいに入部された方なんですけれども、国学院久我山中学、国学院久我山高校で慶応大学で2年生の時から対抗戦出場、スタンドオフセンター、吉中くんっていうね、なんとなく覚えてましたね僕も。でその方がでその後卒業して、三井不動産で、ね、もう本当にエリートのエリートですね、そこで15年にわたり仕事だけでなくクラブチームとかあとは大学のコーチもやってるとやってたという、方が37歳という若さで亡くなったということで、ちょっと結構ショックでですね、で、もう今なんでそれを知ったかっていうとですね、当時の監督だった、僕もすごい当時よくしてくれた三宅さんって方がですね発起人となってですね基金を今募ってると、家族でも10歳7歳2歳の一女二男3人 の, 子供と奥さんが残されてですね、まあ、これからだって言った時にいろいろ本当に大変だと思うんですよね、でその方のために基金を募ってると、いやだからそこに関してちょっとね自分のことしか考えてなかったななんて思って、やっぱラグビーとか激しいスポーツやってると結構こうやって引退した時に結構多いんですよね、心不全とかで亡くなったりだとか、やっぱりその若い頃に激しいスポーツをバーってやってで急に引退してパチってやめたりすると結構いろいろ体型が来るじゃないんですけど、サラリーマンの方が定年までめちゃめちゃ働いてでそこで定年終わった後にボケるじゃないんですけどねなんか結構そういうことがに近いものもあって、結構一流選手になればなるほど結構こういうの定期的に聞くんで、それがね自分の大学の後輩で近しい人が亡くなったっていうのはちょっと朝からびっくりしたなっていう感じではございました。で、当然僕も基金は参加するんですが、本当はですねこういうラグビーを応援してる人たちもそういうこういう選手もたくさんいるから、もちろんそんなトップリーグでトップでやってた人じゃないんですけれども、同じラガーマンのファンとしてこのチャンネルでもその基金をちょっと皆様にお声掛けしようかなというふうに思ったんですが、ちょっとこの資料を読んでみるとなんかそういうことをやっていいかどうかもちょっとまだわからないんで、ちょっとこれはもう一回調べてみてちょっと確認してみて、こういう
自分のオフィシャルなあのメディアで募集していいよっていうことでしたら、皆様に再度リマインドさせていただきますが、今の段階ではまだちょっとリンクとか貼れないのでなんですけど、ちょっと嬉しいニュースとちょっと悲しいニュースがごっちゃ混ぜになってですね、本来はちょっとオーストラリアのリーグの話とかもしようかなと思ったんですけれども、ラグビーを愛する者としてなんかこういう訃報を聞くとですね、ちょっと悲しくなるんだということなんですが、僕ができることなんて全然ないと思うんですけれども、もちろん寄付に参加させていただくのと、あとは、ラグビーを頑張ってきた人たちになんか自分が今からできることみたいなことを今一度ちょっといい年なんでね考えようかなっていうふうなことを思って、すいません なんか動画はそんな感じになってしまいました。ご冥福をお祈り申し上げますっていうのと、もし機会があったらまたここでリマインドさせてください。繰り返しになりますが、僕の一つの夢であった日本を代表する、まあ何度も言ってますが日本人外国人で分けるのは良くないんだけれども、日本人として最も、レギュラーになれないと言われている、日本代表になれないと言われている、ロックで活躍したマカブ選手っていう憧れの人と話せたり、このチャンネルがみんなに応援されてるので、っていうのと仕事とかも毎日頑張ってるんで なんか幸せだななんて思ってる時もあるんですが、こういう同時に僕はたまたまそういう病気にもならなくてここまで生きていけてるんですけれども、こういう方とかの話を聞くと、生かされてる分ちょっともっと真剣に生きなきゃなみたいな感じで思うので、ちょっと変な動画ですが、ご連絡とちょっとご冥福をお祈り申し上げたいということで動画撮らさせていただきました。ということで本日もお付き合いいただきありがとうございます。ラグビーを楽しみましょう。そして、ラグビーをもっともっとちょっとでもラグビーの素晴らしさを広げられればなと思っておりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。レッツラグビー。